チャンギビレッジはシンガポールの北東端にある近代的な村である。シンガポール政府は2005年にゴーストタウンから復活させると公約した。チャンギビレッジホテルチャンギビレッジにはチャンギビレッジホテルというホテルがある。改装の後に再オープンした。バスターミナルのチャンギビレッジバスターミナルがある。 チャンギポイントフェリーターミナル、チャンギポイントフェリーターミナルというフェリーターミナルがある。北東の島々やマレーシアのジョホール州の数カ所へと向かう小さな旅客連絡船が出港している。夜のビストロチャンギシンガポールの最も歴史的な海岸公園であるチャンギビーチカーパーク1の周辺にあるビストロチャンギは遠くから訪れた人々に人気のスポットである。 チャンギビレッジホーカーセンターチャンギビレッジにはホーカーセンターが存在した。このホーカーセンターはナシレマの店で有名であり、長い列もたびたび見受けられた。屋台では多くのテレビ番組や会社により進められるフライドフリッターなども売っていた。パシールニス、タンピネス、市名の住宅に住んでいる多くの住民が夜にチャンギビレッジへとやってきていた。コーヒーショップの多くは 毎日夜中までオープンしている。2012年6月から2014年8月までセンターは改修のためにクローズしていた。人民協会ウォーターベンチャーはカヤッキングコース及びレンタルを行っている。近くの島々を見渡せるため週末にはピクニックの家族客が多く集まる近くのチャンギビーチパークへの歩道がある。ありがとうございます。